JFA フィジカルフィットネスプロジェクトの菅野です。サッカーファミリーの心と体の健康のために、フィジカルフィットネスプロジェクトより保護者の皆様へ。本来、子供は体を動かすことが大好きで、大きな喜びを感じるものです。活動自粛期間中、 サッカーが楽しめる環境を奪われた子供たちには心のサポートが必要です。学校に行けない、部活もできない、何よりも大好きなサッカーができない、そんな子供たちには心に大きなストレスを抱えています。でも、こんな時だからこそ今までの自分のプレーを振り返ったり、 これまでコーチがアドバイスしてくれたことを整理したり、日本代表選手の動画などを見て研究したり、普段なかなかできない、取り組めないことに挑戦するチャンスでもあります。プラス思考でピンチをチャンスに変える。保護者の方々にはそんなサポートをしていただきたいのです。コロナによる活動の自粛が明けて、 ボールが蹴れるようになったら、みんなとボールを蹴れる喜びを味わいましょう。ただし、注意が必要です。これほど長期にわたって体を動かさなかったことはなかったのではないでしょうか。思っている以上に子供たちの体の機能は低下しています。急に激しい運動をすると、どうしても怪我につながってしまいます。 決して慌てず、コーチとよく相談しながら、徐々に体力を取り戻しましょう。体力を取り戻すには、食事と睡眠もとても大切になります。十分な栄養補給と睡眠時間の確保を心がけてください。そして、これから暑くなってきますので、水分補給もしっかり行いましょう。もちろん、 タオルやボトルを共有しない、うがい手洗いなど、活動自粛後も感染予防対策は欠かせません。最後になりますが、これからもみんなが笑顔で安心してサッカーが続けれるように、ご協力どうぞよろしくお願いします。